久々に龍丹家の近く通ったからちょっと久々に顔見ようかな。おお、龍丹やっぱりいた。お、久々だな。何してる？いや、たまたまよ、近く通ったからさ、あの顔見ようかなと思って。そうそう、休みでさ、ちょっと会いたくてよ。お疲れ、久しぶりだな。久しぶりだな。いや、昔よくお前のお家で遊んだ。さだからいるかなと思って。おお。いや、変わらんな、玄関とか。死に懐かしい。小学校ずっとお前ん家で遊んでたもんな。うん。おちょっと久々に入らしてよ。ごめん、用事がある。用事？いや、ちょっとさ、いや、ちょっと久々に語ろうぜ、うん、ごめんな、久しぶりだな。いや、俺もすぐ帰るからさ、うん、いや、まあ、俺も結構時間ないわけよ。マジ？うん。あ、ごめんごめんごめん。お疲れお疲れ。うん、ちょっとだけでいい？行こうな、もう。お疲れ、行こうね。いや、なんかあるわ、用事がある。あ、ちょっと待って、一回来てほしい。カー入った、カー入った今。あ、まだいる。うん。あ、まだいる。いや、ちょっと喋ろうぜ。うん、久々だし。いや、俺たち自体も久々さな。あ、うん、久しぶりだな。うん、ちょっと喋ろうぜ。うん、俺別に、俺もでも そんな長居はできんからよ。うん、うん、ちょっと言うんだくしよう。あ、なんか予定あるば。うん、これ予定がある。ん、チェーン取れんば。どうしてるば。いや、わかるでしょ。いや、俺もほんとすぐ行かんといけんやさ。ごめんな、ね、逆にごめんな。ごめんな、ね、ごめんな、ね、長くいれやんさ、俺。うん、うん、久々だな。いや、俺死に嬉しいやさ、久々に会えて。うん、うん、開けて。ごめんごめん、開けて。一回閉めないと無理やん。一回閉めないとできないんじゃん。うん。あ、開けきれない。本当に？いや、そんなことある？お疲れ。あ、じゃあ、畳からじゃ入るよ俺。あ、大丈夫。和室から入る。できるし。お疲れ。久々だな。いい？はい。ごめんごめん。うん。うわ。懐かしい。いや、変わらんな。いや、玄関変わらんな。お疲れお疲れ。ああ、なんでか、なんか準備してた。もう向かいも行く。あ、マジ？うん。いや、久々やし、うん、10年ぶりぐらいにもう、うん、うん、疲れ。行こうな。え、もう行こうな。いや、いや、なんか語ろうぜ。うん、なあ、久々だな。久々だ。うん。お前、元気か今。うん。おう。え、待って、分かった。久々に、龍丹家のお水飲みたい。俺、デージ、もう昔からさ、うん、もう喉乾いたらもう龍丹家で水飲むのが好きだったばよ。水流れんばよ、もう今。いや、そんなことある？いや、そんなことある？いや、友達やし。水飲んだら行く。は？水飲んだら行く。いや、なんでそんなすぐ帰らそうとする。いや、俺も長居できんってもだから、うん、だからちょっと20分ぐらいしか入れない俺。マジ？うん、長居できんわけよ。ああ。ちょっと20分したらもう行こうね。オッケーオッケー。い？あ、ごめん、もう時間行かんといけない。20分。に、20分長居？うん、もう、あ、水。ん？は？早っ、うん。何の水それ、大丈夫？うん。はい。あれ。ありがとうな。はあ、いや、最高。全部飲んで。ゆっくり飲むよ。うん。いや、一気飲みよ、お前。あれやし。うん。あれ、お母さんとか元気？元気よ。あ、よかった。お母さんに会いたいな、お父さんにも。今いない。ん？あ、今仕事。いや、仕事にいるば。いや、久々になんか喋りたいな、挨拶したいな。うん。親に。今仕事。いや、待って、そうだ、俺なんかした？俺なんかした？大丈夫？あ、待って、分かった。トイレ貸して。ごめん、トイレない。え？トイレなくなってる。じゃ、どういうこと？どうしたの？ごめん、もう行かんといけん、ごめん。あ、どこに行くば、今からどこに行くば。うん。ん？行け、出て。行け、出て。
1回、うん、うん、おう、ごめんえ、どこに行くの今から。行かんといけん。どこに、仕事、うん、仕事じゃない、公園。いいと思います。2時だよ。ほら公園、公園行かんといけん。 なんで公園行くん。遊びに。俺も一緒に遊ぼう。じゃあ一緒行く。いや大丈夫。なんで。いや俺またバスケットボールある。俺危ない、車に。危ない。なんで危ないって。危ない。どういうこと。遊ぶ、ま、待って、トイレ貸して、トイレだけ貸して。リュータ。うわ。いやもう閉めちゃったみたいな。トイレだけ貸していけばいい。トイレない。どうやってトイレするのじゃ。分かった。トイレして帰る。うん？トイレして帰る。あ、トイレして20分しか入れないわけ俺。長居できないからさ。危ないよ。お前のために言ってる。怖いな。あ、じゃあいつ、今度じゃあゆっくりしていい。行くじゃん。うん、うん、明日は厳しい。ん、きつい。あー、そうか。あ、じゃあまた来るよ。またな、連絡する。 OK。 近々飲もうぜ。うん、飲もう。いつ飲める。連絡するよ。おお、 LINE してる。してる。あ、知らんすよ。一回交換する。大丈夫。いや。じゃあ、またな。うん、おう。また連絡するじゃん、俺。うん。おい。お疲れ。お疲れ。気をつけるよ。結婚おめでとう。あ、はい。結婚した？いや、したけど。うん。おめでとう。あ、なんか、話する？ゆっくり。大丈夫？またね。うん、おう、今度飲もうな。おい、なんねそれ。おい、なんかあいつ。クリスです。あの、昔コロナが結構みんな敏感に警戒してた時があったじゃないですか。で、あの時にマスク流行ったさ。まあ今もそうだけど、あの、俺実は口にマスクじゃなくてお尻にもマスク必要っていう動画をデイジ昔に上げたんですよ。2年前ぐらい。っていうのもこれすごいぜ。あの、そういう病原菌って体にいるわけじゃないですか。で、おならしたら匂いするさ。匂いしたってことは鼻に入ってるわけよ。わかる？だから届いてんのよ、ガスって。すごくない？だから俺蔓延したと思うよ。だからお尻にもマスク必要なんじゃない？パンツしててもだって匂うんだぜっていう動画上げたんだけど、あんまりバズらんかったわけさ。伸びなかった理由教えてください。論破してみて。クリスです。一応間違ってなくない？どんな？